ましょう。で、キちゃんおいで。オッケー。はい、どうぞ。しのくんどこ行くんですか。そうですよ。きなこさん見ながら食べてるの。きちゃん食べ終わった。しおんくんは自分でご飯を食べない時があるので、そういう時は人間が手からご飯をあげるようにしてます。ちょっとね、過保護なんですけどね。こう飛び散るので左手であのフードが落ちるのを抑えてる感じです。これで勢いがついてくると自分でお皿から食べれます。しおんくんは水頭症があるので毎日このグリセリン剤を飲んでます。毎日朝夕 2.2 ミリずつなので、ここの目盛りの 2.2 のとこまでお薬入れます。ちょっと泡が入っちゃったんですけど、こんぐらいじゃないかと思います。グリセリンだけだと苦いのでアップルジュースを少し足します。もう本当にちょっとですね。はい、こんぐらい。これも吸い上げてここで混ぜます。はい、できました。これを飲んでもらいます。左手でしおんくんを持って右手でお注射を持ちます。で、しおんくんちょっとね嫌がるんですけど、ちょっと頑張ろう。しおん、はい、いくよ。はい、ちょっとずつちょっとずつ入れます。ここにも入れて、はい、できました。あ、こぼれるこぼれる。はい、どうぞ。きちゃんすごいね。